こんにちはゆきとです、えー。今回はですね、マーケティングマインドセット講座の方を、まあ、全5回になると思うんですけれども、お話しできればなと思います。まあ、結構長くなるかなと思うんですが、よろしくお願いいたします。では、早速中身いこうかなと思うんですけれども、皆さんどうですかね、マーケティング学ばれてますでしょうか。まあ、やっぱりね、こう、もっと もちろんね、テクニックとか、こう、例えばインスタ、僕今注力してますけれども、インスタ運用するにあたって、まあもちろんこう伸ばすためのノウハウとかめちゃめちゃ大事なんですよね。 うん、やっぱりそれがないとマインドセットばっかり鍛えてもねやるぞやるぞってなっててもやり方知らなければ、まあ、全く意味がないよというところになってくるわけなんですけれどもただやっぱりマインドそもそもの根底のものを磨いていないと、まあ、結構しんどいかなとは思いますので、まあ、そちらの方で、ね、しっかりと鍛えていただければなと思いますこの講座でねで、まあ、特にやっぱり挫折って っていうのが、まあ、一番大きいかなと思うので、なんで、まあ、そういうちょっとこう、俺そうやなって感じたときに、また改めて見てもらえれば、まあ自己啓発されるかなとも思うので、ぜひ、えー、見ていってください。というわけで、早速一つ目ですね。SNS マーケティングを学ぶ理由、改めてちょっと確認していきましょうよというところ入っていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。では行きましょう。でまあ、結論からはもう言っちゃいますと。 いうところでまあ人それぞれね理由があるので、まあ、正解はないですよっていう感じですね僕には僕のまあもちろん理由はありますしまあ目的があるから、まあ、手段として SNS マーケティングを選んでるというところになってくるのでなので別にまあ正解はないのであのー、とりあえず自分のこう信念を持っていただければなと思いますでまあやっぱりやっておくとね メリットありますよとというところでやっぱり、ねえー、マーケティングって、まあ、スキルであり、まあ、普遍的なスキルではあるんですけれどもこれ資産なんですよねスキル面もそうですし作るコンテンツも資産になってくるのでなんで労働じゃないんですよねやりたいことってビジネスになってくるのでいずれかは仕組み構築して自動化して自分のやりたいことをするっていうのが一つ大きなところかなって僕は思ってます。 はいまあ、例えば今言ったみたいに一生使えるスキルになるとかもそうですしあとはね、えー、集客力が上がる上にね、えー、将来楽ができるっていう感じですよね、うん、今言ったみたいなこう仕組みできるとやっぱり自分こう例えば1の労力に対して、まあ、100できてくるわけなので100 を作れることって感じですね、まあ、例えば、まあ、1時間の労働で、えーまあ、得られる利益がまあ数万だったとしたとして、まあ、数万でも普通にすごいですけどね例えば、まあえー、っとこれ今後例えばこういう動画を作るとかってなるとこれ、まあ、1の労力っていう、まあ、あのレバレッジをかけてる、まあ、後で出てくるんですけれどもレバレッジも、まあ、1っていう倍率をかける ことに対してあの,その,この動画が後々資産になってくるので後々他の人が見てくれるって感じなので同じたった一本の動画がもう2倍にも3倍にもかかっていくんですよねブリキが。 でそこからエンジンかかってきて、まあ、バズっていうのも起こせる可能性もありますしそこから利益が上がるっていう可能性もあるのでその僕の1時間っていうのが将来もしかしたら100万円になるかもしれないって感じですよね、まあ、それができるので、まあ、最終売上が爆発しますよというところになってきたりとかあとはまあやっぱりマーケティングって結構もう自由な仕事になってくるので場所とか時間がっていうイメージですね僕は結構仕事人間なので、まあ、普段 ほぼ仕事というか、まあ、趣味イコール仕事みたいなとこもありますけれども、まあ、ただまあ結構自由に仕事できてます将来のために今資産を構築してるっていうようなイメージになるのでまあ一つそれはあるかなと思いますはいまあ様々あります他にももっとあると思うので是非皆さんのね、えー、価値観とかあとはやる目的っていうのを明確にしていただければと思うんですけれどもまあそれ以外にももちろんありますよと例えばですけれども やっぱり利益率がむちゃむちゃ高いですよというところですね。SNS やってるのに、まあ、実際お金かかってますかっていうところなんですよね。固定費ゼロで。まあ、もちろん課金しようと思えば広告分投げることもできますし、あとはまあ、何ですかね、ツールとか使えば、例えば LINE、えー、マーケティングっていうのを SNS の中でもありますけれども、LINE マーケティングだとちょっと固定費かかったりとか、あとは YouTube でね、ちょっと動画編集、 依頼したりとかまあ、それでちょっとこう。固定費かかったりするケースもあります。けれども、もまあ、そんな知れてますよね。ほぼ利益なので、sns に関してもまあ、選ぶビジネスによっても変わってきますけどね。また後ほど紹介するまあ、物販やるとかアフィリエイトやるとかってなってくるとまあ、ちょっと利益率下がりますけれども、ただまあ圧倒的に高いですよ。というところを覚えておいてください。 であとは何もしなくても選ばれる人間になれる、まあ、つまり無双できるって感じですよね何もしなくてもってすごいですよねだから例えば僕のこの動画に関しても動画1本今のうちに撮っとくだけで僕の権威性が上がるだけでこの動画の価値ってどんどん上がっていくんですよね、えー、だからこの動画の価値がもしかしたら100万に変わるかもし,かもしれないですしまたまた僕がいろいろやらかしてもう1円もつかないっていうような感じにもなってくる って感じなんですけれども、まあ普通にやってれば無双できます。さすがにちゃんと毎日やってれば、あの人から信用をもらえるような行動を毎日してれば無双できます。はいで、あとはね。まあ、低単価でビジネスを、えー、しなくなれるっていう感じですね。 ちょっっっと言いにくくかったでですすけれれどもしなくなれるって感じです、まあ、要はその誰からでも選ばれる人間になるってことは自分に付加価値ついてもうブランディングが出来上がってるってことなんですよね。まあ、例えばえと最初はユニクロとか、まあ、これ別にディスってるとかそういうわけじゃないんですけどユニクロとか。 自由とかそれこそなんか楽天で売られてる安いもんとかあの中古の古着の服とかからまあ入っていきますよね。それが言い悪いじゃなくて全くちょっと値段的なものであの位置づけするとまあそういうのから実際ビジネススタートしてまあ売り上げ1000円出たとか2000円出たとかでまあ T シャツ1枚ぐらいじゃないですかまあそこから始まって。 で、どん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 ブランドの価値が自分で上がってきて、あ、この人の言うこと信用できるかもしらんぞっていう感じで、まあ、フォロワー増えていったりとかして、で、単価上げていけるんですよね、そうなってくると。あ、この人なら何十万って言われても、まあ、さすがに普通かみたいな、こういうリターン得れるしな、みたいな。この人が、例えば、100万稼いでにやったら、 まあ例えばコンサルで50万って言われてもまあ50万以上は稼がせてくれるんかなっていうまあビジョンは聞きますよねまあ、そういう感じで低単価でビジネス、えー、しなくても良くなっていけるっていう感じですねもう低単価でね一番しんどいのでやっぱり でも低単価になるならもうフォロワーをもうひたすら集めないといけないというところになってくるのでまあどっちがいいとかないですしさっきの服も全くあのユニクロがやっぱり世界で戦っていけるので低単価やからっていうところもあるんですけどねまそれはまあまあ置いといてまあそういうところも実際あの現状ありますよというところでビジネスで絶対になってはいけない知られないっていう状態ね これだけはなってはいけないんですけれども、というい状態をまあ打開できると、よ。SNS 使っていけば、うん。これもちゃんと運用してないとっていう,もう大前提になってくるんですけれども、ちゃんと運用してて、ちゃんと毎日発信していれば、まあ、ビジネスで、えー、絶対にこう、やっぱり、 せっかくいい商品作っても誰にも知られないとねもう本当に意味ないんですよねてかもう心が痛みますよねやっぱりだせっかくこんだけ作ったのにあ誰にも知られら,知られへんのかみたいな感じでになってくるのではいそれだけはちょっと打開しましょうよとでも SNS ちゃんとしてれば打開できますよというところ で,です、ね、えー、まあ最後凡人でも勝ち上がっていけるっていうところを終わりにしようかなと思うんですけれどもやっぱこれがやっぱりでかいと思いますよねやっぱり凡人でも僕でも高卒でスキルなし実績なし知識なしから始まってまあ2年ぐらいでようやくここまで来れたって感じではあるんですけれどもほんまにちゃんと学んでちゃんともう当たり前のことを毎日コツコツやってればもう誰でも、まあ、勝ち上がれます。 例えば TikTok なんかでも1ヶ月で超有名になれますからねそれぐらいこうドリームあるような業界でもあるのでまあそっからねマネタイズはしっかりとしないといけないとかありますけれどももう誰でも勝ち上がっていけるのでやっぱりそれが強みなのかなとは思いますなのでね改めてえー、っと自分のこう何を目的に今やってるのか っていうところももちろん大事ですしあとはちゃんとこういうね将来的な資産ですよねを考えて、えー、今のうちに学んでおくとしっかりと継続してやっておくっていうところをね、えー、意識していただきたいなと思います。 はい、というわけで、一、えー、つ目の SNS マーケティングを学ぶ理由というところを、ね、改めてこう、あなた自身で、えー、もう一度、ね、原点に振り返って、ね、考えていただくことをお勧めしますで。今回は以上とさせていただこうかなと思います。では、お疲れ様です。